里崎チャンネル。ジョー。こんにちは。さあプロ野球も一ヶ月が終わったので、だからまあ今日が7月20日だから、まあ、これ1ヶ月、はい、開幕6月19日から7月20日までの1ヶ月を見た中での、はい、あの12球団のキャッチャー総チェック、はい、おーキャッチャーだけに絞ってキャッチャーを総チェックします、はい、まあ、何と言っても、はい、あの2019年から里崎賞っていうのを新設しましてですねそうでしたね、あの、まあ、まだ見てない方ここにありますから、はい、そんな知らないよっていう方はこれをちょっとね見ていただければ内容がわかると思うんですけど、まあ、まあネタバレにはなりますけどね、その第1回の受賞者はカープの相澤選手ということで、はい、あの項目が7つあるんですけど、そう、甲斐選手はなかったんですよね、惜しくも。そうなんですよ、うん、相澤選手が、まあ、7項目中6個あったっていうところで、はい、まあ、初代、はい、里崎賞は相澤翼選手がね見事選ばれましたけど、はい、今年は誰が選ばれるんやっていうところで、この開幕して1ヶ月で各チームのキャッチャーをチェックしていこうと。おー、まだ選べないですけど、今の状況はどうかと。そうそうそう、だからまあこの選ばれる項目、まあだから沢村賞と同じですね、はい、まあ、同じっておこがましいですけどはい、あのまずあの 出場試合数が全試合の半分、はい、今年120試合なんで、はい、まあ60打席、うん、はい、あ、60試合出場で、打席数が、うん、あのまあ規定打席の約半分を出場、あのそのクリア項目にしたいんで、今年はですね、規定打席は行ってなくていいんですか、はい、規定打席、規定打席行ってるわけです、あ、打席数は規定打席の半分はクリアしたい、だから 120×3.1 なんで、はい、あの372打席が規定打席、はい、で割るに186、はい、今年は186打席です、はい、あの以上が必要最低限、はい、でホームランやっぱり打てる捕手が選考基準なんで、うん、はい、ホームランが10本2桁以上、今まで10本だったじゃないですか、はい、今年試合数がまあ20試合減るってなっても10本です、10本ですか、そこは譲らず、譲らずです、はい、で打率が2割5分以上、はい、で盗塁阻止率3割以上、うん、で保率が3個以下、はい、3個以下、はい、ほう、で得点圏打率オールスターで、まあ、今年はねオールスターがないんで、はい、そこを7個目をどうするかっていうことは今後考えます、はい、はい、わかりました、とりあえずこの6個の項目に絞って、はい、チェックしていきますけど、はい、じゃあ、まあ、パ・リーグ、あの、まあ、今首位の楽天、はい、まあ、1ヶ月ね、今かどうかわかんないですけど、この1ヶ月で首位だった楽天が、太田選手がね、はい、あの、まあ、25試合出場してますけども、ね、ほぼ全試合、ほぼ全試合ですね。今、楽天が、26試合だった。何試合ですかね、全部でね。はい、今、楽天が26試合なんで、はい、ほぼ、はい、あの全試合に出てますけども、はい、あの、だから出場試合数で言えば多分、クリアしていきますね。ほぼほぼクリアするでしょうね。だ今だったら13試合にね、出てればまあまあいいわけですから、はい、クリアして。で、打席数も、まあ、あの200打席以上いけばいい中で、今が76。うん、はい。だまあ、あと5倍あるんで、はい、まあ、ここも、余裕でいけば、まあ、普通にいけばね、クリアしていきますね。はい、ホームランが0。そうですね。こう頑張っていかないと。はい。ふざけた。うん。ホームランに向けてね。はい。で、打率が2割5分4厘。ちょっと前半調子良かったですけど、ちょっと落ちてきてますね。そうですね、最初勢いがありましたからね。あ、だからまあここはギリギリ、うん、はい、まだセーフということで、盗塁阻止率が3割5分8厘、まあ、ここは3割8分5厘、あ、3割8分5厘、はい、ここはクリア、うん、で、保率が4、もう終わり、あ、多すぎる、そうですね、これ10個いくよ、はい、下手したら、そうですね、だからここはもう項目が、はい、だってこう里崎賞に一番大事な項目、絶対クリアしていかなきゃいけないのは、保率とホームランです。はい、そうです、は、ここは一番重要視されてるやつなんで、はい、これ以上は危険です。はい、そうですね。でもまだあのセーフですよね。あ、まず全部クリアしないといけないじゃないですか、ね。そうそうそう、その中でクリアしていくから。だからさ、はい、重要はそこなんで、はい、そこは、だからこれをちょっと増やさないことですね。そうですね。あんまり増やしすぎると、選考基準の中で大事な項目なんで、うん、ちょっとこれはってなっちゃうんでね。そうですね。ああ、そうか、去年甲斐選手か相澤選手かになった時に、うん、甲斐選手がちょっとその保率が多かったんですよ、多かったってとこで、だからそこで相澤選手がなっちゃったんで、まあ、ここ最重要ポイントがホームランか保率なんで、はい、だからそこ、分かった、分かりました、
だからまあこれ以上伸ばさないことですね。はい。でもだからそこがね、ちょっとキャッチングしっかりやっていかなきゃいけないですね。そうですね。見ながらね。でもバッティングはね、はい、前半ね、開幕投手良かっただけに、こう踏ん張りどころですね。はい。まあでもね、楽天からするとね、いいキャッチャーが出てきてるんでね。いや、本当に。まあ、経験値もね、これからどんどん増やしていく中で、体も大きいし、楽しみは多いですね。はい。はい、次、ソフトバンク。はい。甲斐と高谷。はい。甲斐が22試合出場77打席。はい。ホームランがもう3本。おー。一番打ってる。はい。で、2割9分7厘。おー。盗塁阻止率4割。ここまで保持ゼロ。いいですね。今現時点で言うと全項目クリアに向けていいね。はい。わ、いい調子、うん。今年は本当にバッティングもいいしね。まあ前半ね、ちょっとあの打ち込まれたりしてリードがね、あの悩んでる感はありましたけど、はい、ここに来てね、あの一気にチームの状態も上がってきたし、はい、バッティングもね状態いいし、いい感じですね。そうですね。で、高谷が8試合に出場の14打席、はい、ホームラン0の2割3分1厘、はい。で、あの盗塁阻止率はあの NPB の公式記録に乗ったら掲載されるんで、はい、乗らなかったらもうゼロです。そうですね、はい、評価は NPB の公式記録のそのホームページに掲載されるかどうかっていうところが、はい、あの一種の基準、佐々木賞の基準になってるんで、はい、NPB の公式の記録とねリンクしていくんで勝手に、はい、勝手に勝手にリンク、そこ参考にさせていただいてるんで、ね、はい、まあ高谷はね、でもまああの会のねバックアップとしてはいい仕事できてると思うんで、はい、まあ、チームとしては必要不可欠な存在になってますよね、うん。で、まあ、あの西武森選手、はい、24試合出場、101打席、うん、ホームラン2本、はい、打率が2割4分7厘。あ、ちょっと今ちょっと森にしてはね、うん、出だしがちょっといい形で出てないんで、はい、まあ、ここはちょっとね首位打者ですからね。そうですよね、うん、去年のちょっと出だしがね、あのここまであの波に乗ってないなと。で、盗塁阻止率2割5分とね、はい、ちょっとここも盗塁阻止率も低いですし、はい、まあ、ピッチャーとのねクイックの兼ね合いもあるんで、バッテリーが頑張っていかなきゃいけないんですけど、はい、で、こいつが1個というところで、うん、でもまだまだこれからですからね。そうちょっとバッティングはね、うん、若干ちょっと、まあ、ちょっと西武全体的にね、上がってきてないっていうところもあるんで、はい、まあ、ここから上げていきたいですよね。はい。で、じゃあ、ロッテ、田村、22試合、はい、40打席、ホームラン0、1割5分2厘、うん、盗塁阻止率が、これが、63ってなんですか。あ、今出ますよ、私、これすぐ。あ、6分3厘です。6分3厘。6分3厘。それはちょっとカーツ6分3厘で何やねんっていうね。そうです、ね、うん、だから全体的にちょっと田村頑張らないとね、かなり盗塁を許してしまってるって、ね、まあ、バッテリーのね、うん、問題もありますけど、はい、打率も1割5分2厘ですしね、ちょ、全体的にね、はい、で、まあ、柿沼が16試合出場の36打席ホームラン0、打率1割8分8厘、盗塁阻止率1割8分2厘、もうどっこいどっこい。そうですね、でも、まあ、でも試合数は柿沼選手の方が少ないですけど、ちょっとずつちょっとデータとしては田村選手上回ってるところあるんですね。そうですね、でもまあ上回ってるって言ってももうね、うん、どんぐりですよね、まあ、もうちょっと両方とも頑張らないとね、はい、ちょっと寂しいですね。だ今完全に併用性って形になってるんですね。そうですね、それは併用されますよね、まあ、この成績じゃ。そうですね、はい。で、じゃあ続いて日本ハム、はい、清水16試合41打席ホームラン1本、打率1割3分2厘、盗塁阻止率1割9分、こいつが2個、はい、で宇佐美が13試合32打席ホームラン0、1割8分8厘、こいつが2、うん、どこどこへここも、うん、だからハムとロッテはちょっとキャッチャーがもっと頑張らないといけないですね、はい、あの そうしないとチームの、ね、打撃っていう部分で申し上げていけないし、うん、あの守備面でしてもこいつもしてるし、ちょっと足引っ張ってる感もあるんで、そういったところではちょっとキャッチャーのねレベルアップがね、うん、望まれますね、はい、去年は清水選手かなり良かったんですよね、やってましたよね。まあ、ちょっとここで、まあ、そのスローイングミスとかちょっとスローイングねちょっとなんていうところもあってちょっと1回2分落ちてますけど、はい、まあ、そこでしっかりね調整して技術をね1回再調整して、まあ、戻ってきてもらいたいですね、はい、去年かなりいい数字でね、いや今年あるんちゃうかっていう中でやったんでね、はい、ちょっと出だしねあれだなっていう感じですけど、そうですね、でもオリックス若月、はい、27試合出場92打席、うん、ホームラン1本、2割5分6厘、3割4分、お若月もいいですね。いいですね。だいたいクリアしてる、はい、だからあとホームランがね10本いくかなっていうところはありますけど、でも今年はねバッティングフォームを改造して打撃も向上してきてるんで、はい、あの守備面でもね、で一番試合数としてはねキャッチャーでパ・リーグの中で一番出てるんで、だからそういった面では期待値、うん、若月あるかも分かったですね。ありますね。やっぱセ・リーグでね取られてるんで、はい、初代はね、はい、パ・リーグに一気にね引き戻すためにも、でもこう見ると今のところ優勢なのが甲斐選手と若月選手、甲斐と若月が今ね、はい、ちょっとあのパ・リーグでは
トップレースに入ってますし、はい、まあ、全体的に言うと、まあ、森はねここからね上げていっていくかなっていう打撃面ありますけど、うん、はい、田村垣沼、清水治美のロッテと日本ハムはねちょっとキャッチャーがもっと頑張んなきゃいけないなっていうね、うん、ところはありますし、太田選手はね最初いい感じでいったんで、はい、まあ、ここからねいろんな経験値疲れが出てきたりとか勝負の怖さとかね分かってきて、この経験の中でどういくかっていうところでね、これをここを最低限として保ってもらいたいですね。はい、あとやっぱりこいつが4つあるんで、ちょっとキャッチングもしっかり練習しながら、あのミスでね、あの相手に流れを渡さないためにもキャッチャーっていうのはねパスボールが一番の禁物なんで、はい、そういったところはねしっかり練習して調整していってもらいたいですね。そうですね。ということで、今回パリーグ編なので、そうですね、まあ、次回セリーグを見比べて、はい、でそれで、まあ、どうなっていくかということね、まあ、今まで誰が一番優勢か、まあ、パリーグではね、はい、若月海っていうところが、ね、はい、優勢でしたね。まだまだ変わってくる可能性がありますからね、はい、まあ、来月まだ1ヶ月経ってキャッチャーがどう変わってきてるのか、はい、ちょっと見ていきたいですね。はい、はい。